こんにちは、レイです。バンダです。ということで、今回は東京ゲームショー行きたいと思います。周りにね、人が多すぎて、ちょっと見たら、もうやばいよなこれ。大丈夫だね、お前誰も気づかれてないから。はい、違かった。東京ゲームショーいるんだけど、初めてのね、こういうオフイベントで、俺めちゃくちゃテンション上がってるんだよ、実際。なんだけど、1個だけ文句言わせてほしい。おい、千葉やんけ、ここ。遠すぎるわ。どこが東京やん。そう、びっくりした。東京ディズニーランドすげえったもんな。あれ、千葉やんな。ディズニーランドより遠かった。はい、ということで、まあ、いろんな実況者とリスナーと会っていきたいと思います。バイバイじゃないか。終わる。ここでバイバイやばいでしょ。はい、ということで、入る前にね、小学生が出待ちしてましたね。小学生入れへんっぽいよ。そう、中学生以上っぽいんだけど、今昼の2時なんやけど、朝の8時から俺のために待ってたらしくて、やばい。普通に3人ぐらいの子たちが待ってて、1人泣いてたしな。すごかった、マジで。なんかちゃんと俺ファンいるんやなと思ったわ、今日。実感できたね。実感した。パンダは俺一人も写真撮ってない。大丈夫、俺は3年前、俺はその屈辱飲んだから、しっかり。で、国営の時にカメラマンするやったから。秀吉、ほんで、レイのファンやってん、全員。うん、で、レイのファンやってんけど、初手で俺の方に、パンダさんですか？あ、来てたね。パンダさんですかって聞いて、あ、俺のファンとかいんねやとか思ってたら、全員レイのファン。いや、俺、パンダのファンなんかと思った、最初。聞きやすいから、ワンタッチで俺に来るんかい。いい子たちやったな、可愛かった。いい子たちわざわざ入れないからって、外で待ってるのやばいな。すごいよね、それ。ということで、今度はやっと中に入れるんで、中入って撮っていこうかなと思います。飛ばしてじゃん、しっかりかっこよく飛ばして、今日は。それかっこいいな。うん、やばいって人の数、並んでる数マジでエグいんやけど。どうするパンダ。俺ら一般人やからさ。うん、そうなんよね。でも道開けろって言ってくれへん。こうなってよ。お前すごいな、恥ずかしい、下向いとこ。こっちの方。はい、おるね。あ、西島で持ってきてくれてるんですか。携帯責任感重いっすね、僕は。結構普通にレイでいい。あ、レイ名前書いてもらえたら。あ、オッケーです。リアちゃん、エリーです。お願いします。これでいいですか。ありがとうございます。お母さんパワー強いな。こっちもリアちゃん、ね。もう一個。写真まで。おい、見て。うわ、すげえ。すごいこれ。すげえ。え、これ見たらめっちゃ勇気いるんやけど俺。書いてる。すごい。あ、これでいいですか。はい。あ、斜めで。え、初サイン？うん、かわいい。考えてなかった、マジで申し訳ない。いいね。あ、いいね。あ、うわ、ブサイクパンダ、なにこれ。あれみたい。どう、あのさ、緑の昔のさ、なんやったっけ。出てこんから今、画像発着。2人目、書いてます。はい、大変そうやな。俺もか。おお。回すで。まあ、この厚紙に剥げて。扱い鬼雑でじわるんやけど、俺の厚紙をサインにしてるの、マジでおもろい。はい、ということで、ファンの方たちが待ってくれてたから写真撮ったんですけど、それが終わり、やっと中に入れます。すごいね、人多すぎ。やばい、すごない。でも見て、すごい。え、これさ、タワーオブファンタジーとこれ案件来てるやつ気がする。後に動画出ます、これ配信でやります、これ多分このゲーム。やっぱフォートナイト行くでしょ、さすがにね。うん、だからフォートナイト探します。探して、お、そのレーザーで見つけれる。え、今の発明さんじゃん。俺のビビ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 ビマジディズニーより混んでるで、今日に関しては。うん、前行ったディズニーより混んでるな。ね、
足ちょっと僕もう負傷しました。右足負傷です。サイン会見たから。一回フォートナイトからスキップするか。うん、そういけ。フォトナ探してたらマイクラブース見つけたんでマイクラのとこに来ました。はしゃいでるガキ、過去22歳持ちすぎやって1個1人1個やめろ、恥ずかしいからほんまに。人めっちゃ見てるからやめて。これすいません、動画のまま撮ってもらってもいいですか。はい、ちょっとでいいです。しゃあ、僕が俺ら決めてくる。撮れました。はいすいません、動画で撮ってたの俺らだけありがとうございます。ありがとうございました。もうで探そう、マジで。 OK。 はい、ということでやっとマジで死ぬほどやっとたどり着きました。え、これさ、フォートナイトここしかないやんな。これ少なすぎひん？おい、どうなってんの？嘘、こんだけ？怒っていい？怒っていいよ。おかしいやろ、 T シャツでも可愛いな。しかも全然人おらへんね。なんかショートとかマオちゃんとかもいるらしいから、有名人探しに出ます。フォートナイトとか見に来たんで。見て、モンスターブースに来た。ヤナツンが死ぬほど行きたがってたやつ。エイペックス残れてる。え、でもなんかエイペックスやなんかコラボしてんじゃん。見て、左上。インゲームアイテムもあれとくしないで。何それでも並んだらモンスターもやるで。すごい並んでる。並んでこい。俺一人で。うん、俺曲がってくるわ。うんこだな。有名人探し行こう、そろそろ。誰がいい？みなこさん。あ、突っ込んで、突っ込んで、ちゃうやん絶対。赤い髪の人は、ピンクの背高い髪のやつ。なあ、どこにおるやろ、全然おらんけどな。初有名人見つけました。え、あれじゃないや、ガレリアのさ。ガレリアじゃない、脱いできた。あ、それ着た、脱いで欲しかった。見つけらんない。なんか背低くなった。なんかすごい背低く感じないけど。え、みんなどこ行くか知らんの？バラバラ。一人行動。悲しいね。じゃあ。じゃあ。ブールさん見つけました。はい。どうも。なんか初めて喋ってたから。そうです。俺もネットの人と会うのあんまないんで。え、誰いた？あのフォートナイトやってる人に話しかけられて写真一回だけ撮りました。え、実況者？実況者は会ってない。え、マジ？めっちゃいるけど。いますですか？いるはず。います。え、誰いました？みなみさんさっき会ったし、あと翔太とかまおちゃんとかもいるらしい。会いたい。え、全然でも見つからへん、探しても。会いたいな。はい、どう、探し行こう。はい、キャプテン翔太見つけました。目でかい。でも翔太と一緒に行ったら目立つからな。みんな集まりたいって言ってるんやけど、みんな見つけられてない。誰もいないよ、こんなブースじゃ誰も来ないよ。いや、狭すぎる。これはでもマジでね、本当に狭いと、狭かったと思うわ。ピピピ言うとるし。誰探す？俺サムネ欲しいから、みんな集めよう。え、まずブールさん俺あった。あとミナミさんもあった。ガレリア、今はガレリアじゃない、歩いてる普通に。じゃあ何時にどこそこっていうのをみんなに伝えてこい。公開？一般公開する、それ。あ、いや、見つけたらさ、こうやってファイナルファンタジーみたいに後ろ連れてくわけいかないじゃん。いや、ピクミンしよう。ピクミン難しくない？だから何時にどこそこって言った方が。あ、じゃあ待ち合わせして、今からじゃあみんな集めます。翔太一番前で撮ってる。あいつヤバすぎる、マジで。あのドエロいお姉さん、しっかりカメラ目線もらってんだけど。可愛かった、可愛かった、ちゃんと。はい、のすけさんに会いました。めっちゃ久々、バーベキューぶり。ですね、この TikTok ブースやってたらしくて見に来たんだけど終わってました。あとはみんな探しに行きましょう。探しに行きましょう。はい、ちょっとサインが欲しいらしいので、はい、書きます。お願いします。お前これ大です、これ。ぜひお近くでご覧ください。動くな、動くな。やめてや、お前のサインじゃん。ありがとう。ダイにすんのやばいから。人権あるから。ダイがないと。人権あるから。ダイがないと。レイのサインの上に書いちゃうから。レイのサインの上にでっかくもシャーってやる。おもろすぎやろこの絵面。あんな、お前台しながら書いて。いや、それは失礼やろ。それかわいそうだろ。さすがにかわいそうやろ。じゃあ私台になりますか。台いっぱい。あるの？ない。さっき考えてた。
背中大事にしてるのマジでおもろい。人気者は大変ですね。ありがとう。並んでる。ありがとうございます。ホルネ。ありがとうございます。猫のヘッドホン。なんか見たことある顔。あれ動画伸ばしてるからこっち。あ、そうなんですね。さっき翔太見つけて声かけてたんよ。で俺翔太隣歩いてたの気づかない。あ、そうだよ。俺スルーしやがった。だから今来たよ。はい、今来ました。はい、チーズ。はい、オーケー。ありがとうございます。熱終わりかな。熱っ。まだ終わってなかったみたい。行くよ。はい、チーズ。あ、寝ましょう。お疲れ様です。1回ちょっと人がすごい。止めて大丈夫ですよ。1回止めて大丈夫ですか。はい、疲れました。レイのせいだからね。疲れてる。もう悪くないですよ。すごい周り運ばれてる。偽物みたいになってる俺ら。5時半に集まれって言ったからなんかおもろいことしてやん。あれ俺じゃない方がいいんじゃん。いや、お前が今メインやで。みんなお前のために集まってる。分かったよ、大すればいいよ。それが一番おもろかった。でもお前もプライドないやん。もう人権がなくなってる。俺もう死にそう。リスナーさんの写真とかね、握手全然いいよ。あの他の実況者がどいつもこいつも動画に使うから。もう俺何回喋ってることか。動画撮ってもいいですか。そう、あいつのファンみたいな顔してくる。ごめん、俺も実況もうええって。お前ちゃうやん。お前です。あんな風にずっと撮ってるから。あれを永遠に俺らやられてたから。黒歴史って言われたから絶対言えへんこと言ってしまった。黒歴史、うつけさんのねチャンネルでパンダが言ってる。いや、俺は言えないって言ってパンダ呼んだ。俺無知なんて言ってんの。ということで、まあそろそろ多分みんな解散するんでね、ぼちぼち帰ろうかなと思います。楽しみましたね。楽しかったわ。楽しかった。まあ来年はもっと実況者たくさんいたらいいね。少なかったよね、今日ね。言っても思ってる。来年実況室見た人はみんな集まり見ろよ、こっち。ごめんなさい。ごめんなさい。終わらせんな。